アメリカガキは柿の一種で一般にアメリカンパーシモン、またはコモンパーシモン、イースタンパーシモン、シンモン、パッサムウッド、シュガープラムと呼ばれる。コネチカット南部、ロングアイランドからフロリダまで、西はテキサスとルイジアナ、オクラホマ、カンザスまで分布する。木は野生で育つが、戦士時代よりアメリカ先住民によって、その果実と木材のために栽培されてきた。 アメリカガキは水はけの良い土壌では20メートルまで成長する。夏には本種は方向のある花を産し、私有一種であるため、果実を得るためには私有療法がなくてはならない。ほとんどの栽培品種は単ため欠実である。花は昆虫や風によって受粉する。血実は外資的が6歳ぐらいの頃に始まる。果実は円形か楕円形で、普通。 大色から黄色で時折、青みがかり、直径2から6センチメートル。合衆国南部と中西部では、果実は単にハーシモン、またはシンモンと呼ばれ、デザート、料理の中で人気がある。商業品種は、非常に多産なアーリーゴールデン、多産なジョンリック、ミラー、ウルブライト、そして種なし品種のザエニスを含む。アメリカの別のあであるデ、デトプラムは、 南アジアに見られる柿の一種豆柿を模索。秋に果実を実らせたアメリカ柿の木花通常、高さ30から80フィートの低木で、短くほっそりした幹と、幅広かったり狭かったりしながら、マリアネの天蓋のように覆いかぶさって形成する、垂れ下がりがちな枝を持つ。根は太く、肉付きが良く、捕腹系を出す。本種は、干木としての生育型を持つもののようである。 この植物は、楕円で、前縁の葉と短い花柄につく単性の花を持つ。尾花は多数で、雄しべは、総数16本で1体ずつ配列され、雌花は単独で、雄しべの痕跡と8つの細胞それぞれに一つの胚種を持った滑らかな脂肪を持ち、脂肪は、基部にある毛深い4つの花中に乗っている。花幣は、とても短く、 大色から黄色で青みがかった色に変動していき、やや甘みを帯びた渋い果肉を持つ直径1インチか、それよりもやや大きい野球系の果実を支えている。その基部は果実が売れる時に大きさが増す、硬くついたガクレッに取り巻かれている。渋みは果実を何ともまずいものにしているが、霜の作用にさらされたり、部分的に腐ったり、西洋カリンのように、 ブレッティングさせたりした後ならば、その風味は、感銘を受けるものとなる。アメリカ書きの分布地図記は、南の大西洋とメキシコ湾の州では、非常にありふれたもので、ミシシッピ川流域では最も多数にわたっている。その自生地は南部であり、ニューヨークからフロリダへ向かう沿岸に沿って見られる。アレゲーニー山脈の西では、オハイオ南部で見られ、アイオワ南東部とミズーリ南部にまで達し、 ルイジアナとカンザス東部、オクラホマに達すると、それは115フィートの高さの巨大な木になる。その残された化石は、グリーンランドとアラスカの中心よの岩石の中に見られ、ネブラスカでは、白亜紀の地層に見られてきた。アメリカガキは、1万年前まで、北アメリカ大陸を放っていた大型動物症の進化発展の名残であると思われる。彼らはこの果実を食べ、 その散布を援助していたのであろう。それは、アライグマやゲシメアより、小さな動物にとって魅力的であるので、歴史時代には草を食べながら、様う多数の草食動物と雑食動物の創出があったけれども、ケンタッキーのコーヒーの木とアメリカハリグアに比べると、木の生存戦略に深刻な影響がなかった。その果実の独特の特性はその木をよく知られたものに、してきた。 この果実は、休憩の消化で、種子の数に変動があり、時には八粒で、時には何もない。その頂点に、下中の名残をつけ、拡大して、固くついている額の中に出している。それは、晩秋に売れ、赤い方に帯びる淡い大々で、しばしばわずかに淡い青緑色の花粉で覆われている。南部人の間の、とあるジョークは、 未熟な柿の果実をよそ者にわざわざ味わわせることである。そのとても渋い苦味は、それに馴染みのない者たちには衝撃的だからだ。民間伝承は、それを食べられるようにするためには、霜が必要だと述べているが、木から軽く揺すられて落ちたり、木の下の地上で見つけられたりした、全く売れきった果実は甘く果汁が豊富で美味しい。この果実特有の渋みは、 ヒナの木のそれと同様、タンニンの存在のためである。種子は南北戦争中にボタンとして使われた。果実はビタミン C が高い。未熟な果実は極めて渋い。売れた果実は生や調理や干して食べられる。果肉から糖蜜を作ることができる。ハヤロースとした種子で茶を作ることができ、コーヒーの代用品として使われる。他の有名な利用は、 パーシモンパイやパーシモンプリーム、パーシモンキャンディーのようなデザートを含む。果実は、ホップや高温ミール、ふすまと共に発酵させて、ビールのようなものにしたり、ブランデーを作る。材木は重くて強く、木目が詰まっており、木工ろくろの中に使われる。木は軽くて、砂地で、水はけの良い土壌を好むが、栄養豊富な南部の川沿いの低地で生育する。注意深くせ話すれば、 オハイオ州北部で育てることもできる。しかし、オハイオ南部では果実は霜の後まで決して食用にはならない。木によって果実の品質、性質が大きく異なりがちである。果実の大きさは小さなサクランボから小さなリンゴ程度にまで変動する。米国南部では霜の作用がなくても美味しい果実をつけることがあるが、一方で、 隣接している木には決して食用にはならない果実をつける。1629年以前にイングランドに持ち込まれ栽培されたが果実を継続的に実らせることは滅多になかった。簡単に種子から育てられ、捕食系から増やすこともできたためしばしば大量に産出された。木はイングランド南部とチャンネル諸島では寒さに耐えた。新材を作る能力という点で ハリエンジュとアメリカ柿は対照的である。ハリエンジュはすぐにその偏在をほとんど芯材に変えるが、一方で柿は100歳近くになるまで少しの芯材も滅多に発達させない。この芯材は極めてキメが詰まっていてほとんど黒く黒炭に似ている。柿の果実が熟れて柔らかくなるのに霜が必要だと思われがちであるが正しくない。ピーパーや NC21 など、イギリスの気候でも甘い果実をつける。一方で、品種によっては、果実が完全に柔らかくなっても渋みを残す。霜は、果実内部の細胞を破壊し、売れる代わりに腐らせてしまう。完全に売れて柔らかい果実だけが、いくらか、霜に耐えることができ、乾燥してより甘くなることもある。同じことは、東洋の柿についても言え、早霜は、 果実の作柄に深刻な損害を与える。ありがとうございます。